地田半島、厚見半島、三河湾のランドサット衛星写真。スペースシャトル標高データ使用。クリップ、地田半島の周辺地田半島は、愛知県西部、名古屋市や豊明市、刈谷市の南に突き出した半島。西は、伊勢湾、東は、地田湾、三河湾に挟まれている。南は、イラゴ水道を経て、太平洋に通じている。 比較的細長い半島で、平地は狭く、ほとんどが緩やかな丘陵からなっている。海岸段丘の切り立った海岸も多い。最先端は、南千田町にある、はずみ先である。地方自治体としては、東海市、大府市、千田市、常鍋市、半田市、千田郡の東浦町、阿久井町、竹豊町、三浜町、南千田町の五四五町に分けられている。 人口624,923人、面積3 9 2 2トル、人口密度1,593人、平平方メートル。かつて市政が施行される以前は、五市の他に、大高町、有松町及び、豊明市のあの町、栄町、新栄町、三崎町の一部などが、千田郡に入っていた。現在では、前の二町とも、 名古屋市に合併され緑区に入っていて、残りは1889年に、豊明村に入ったため、行政区的には、北半島に含められない。大府市と阿久井町は海に面していない。三浜町と南千田町は、伊勢湾と三河湾の両方に面している。東境を、三つ本社千鳥が、浜東岸を走る JR 竹豊線沿いの竹豊町、半田市には、 臨海工業地帯が発展している。また、西岸中部の常滑市は、古くから焼き物産地として知られ、明治時代からは、東西土管など、陶器の大生産地である。西岸北部の東海市、下市の沿岸部は、名古屋港から続く、埋め立て地に工場が連なり、中京工業地帯のコンビナートとなっている。西三河地域に接する東岸北部の大府市や、東浦町では、 自動車産業の集積が見られる。醸造業も盛んであり、密館が半田市に本社を置くほか、サントリーグループがウイスキー、地田を生産している。半島北部と対照的に南部は工業化が進んでおらず、漁港が点在する。西岸では砂浜がよく残り、内海海水浴場などを抱える名古屋県の行楽地となっている。地田半島のほぼ全域は、 名古屋鉄道により名古屋県と結ばれている。特に北部では住宅地開発が盛んで企業が集積する名古屋市や西三河地方への通勤者も多い。また、下半島道路の整備により半田市、竹豊町の内陸部の発展が著しい。2005年には床滑市沖を埋め立てた人工島に中部国際空港が開港し、下半島が 東海地方の海外に向けた空の玄関となっている。大きな川がない千下半島は、古来水不足であった。岐阜県内から水を引く愛知用水により、ようやく住民や観光客向けの水道水や農業用水、工業用水の需要を満たせるようになった。中部国際空港立領時代、千下半島は、オワ国に所属した。したがって、稲沢市にあったとされる。 終わり国の国府に服属していた。北部は早くから中京工業地帯の一角を形成していた。特に北西部では製鉄、石油化学、火力発電などが発達し、北東部には自動車製造業の進出が見られる。近年は名古屋市の衛生都市化振興で人口増加が著しい。一方だけという長より南の地域は、 第一次産業を主体とした漁村地域で少子高齢化が進み人口も減少傾向にある。全国区の話題となった南セントレア市は、三浜町と南千田町が合併して誕生する予定だった市名である。しかし住民投票の結果合併案は否決され、二町は当分単独行政を続けることとなった。大伏地名古屋、三河を結ぶ交通網の要衝であり、 愛産工業や豊田児童食器、住友重機械工業などの大企業がのきなみ本社、主力工場を構える工業都市。給料部では都市均衡農業が行われ、ぶどう、伊勢芋は県内一位の生産量を誇る。東浦町にまたがるウェルネスバレーは、健康、医療、介護、福祉関連の機関の一大集積地として開発が進んでおり、健康都市連合にも加盟している。 東海市日本製鉄名古屋製鉄所や大道徳志工愛知製港の本社が立地する製鉄業の市で受学者細井平州の出身地でもある。かごめの創業地である。また、洋蘭の栽培が盛んなことから鉄と蘭の町とも呼ばれる。下主火力発電の町で近年は名古屋市のベッドタウンとしても発達している。中でも岡田地区は 江戸時代から昭和30年代まで、下木綿の生産地として栄えた。また、サントリーのウイスキー、下は、サントリー下上流所で生産されており、名前の由来ともなっている。常滑市愛知県内の瀬戸市と並んで、日本有数の洋業の町であり、リナックスの本社があった。中部国際空港の開港により、大型ショッピングセンターやレジャー施設などが、進出している。 常コ市民病院、常コ市消防本部が、給料地の非兄弟に移転し、同市の防災機能を高めている。臨空町周辺の開発も進んでいる。半田市地下半島の中核であり、1937年に市政施行を果たした。江戸時代より醸造業が盛んで、密館の本社がある。また、出汁祭りが有名で、亀崎塩火祭りが、 ユネスコ無形文化遺産に登録された山、保護、屋台行事の一つに数えられる。東浦町宅地開発が進む一方、郊外型大型 SC の立地で新たな下半島北部の商業拠点となりつつある。2010年の国勢調査で人口5万人の要件を達成し、2012年1月に市政移行を目指していたが、 人口の確定がずれ込み移行時期を先延ばししている。アグイ町農業が盛んで、アグイ米である、レンゲちゃんの産地。近年は、隣接市の影響を受け自動車部品の工場も、立地している。竹豊町臨海部は、工場立地が進んでおり、中部電力による大規模太陽光発電所、メガソーラー竹豊も建設されている。たまり、たくあん、味噌などが有名。 吹き地区には、浦島太郎伝説もある。三浜町、野間灯台、南千田ビーチランド、日本福祉大学などがある。海水浴場や釣り場を多く有し、東海地方各地から観光客を集めているが、伸び悩んでいる。南千田町漁業が盛ん。内海、3階の両海水浴場に、夏季は多くの観光客が訪れる。タコや、 不ぐりで有名な日韓ヶ島や篠島は、現在、下郡南千多町に属する。この二つの島はかつては、三河国発郡に所属した。衆議院小選挙区では、十市町の内大府市のみが、愛知七区で、その他はすべて、愛知パックに属する。外して自民党が、比較的優位に立つ保守地盤で、久野忠春元自治省が関与した、県内有数の自民画像であった。 小選挙区制度に変更された後も自民党が中部国際空港建設や各種産業の誘致などで域内の有権者に対する影響力を維持していたが2003年衆院選以降は民主党ともの豊と毎回激しくしのぎを削るようになった2020年現在7区の山尾潮里衆議院議員は立憲民主党を経て国民民主党に所属しており ハックの友のは、落選中ながら国民民主党に所属している。チタ弁が話されている。チタ弁は、抗義の名古屋弁に含まれるが、三河弁との共通点も多い。そのため、名古屋市や市宮市等の終わり北部とは、アクセントや文法において幾分異なっている。ありがとうございます。